第二次崩壊戦争でテレサは最愛の友セシリア・シャニア宛を永遠に失った。テレサは恐れた。このままだとセシリアの娘、自分の姪っ子キアナ・カスラナモが天命の犠牲品になるのではないかと。私が守るわ。約束した時間になったわ。闇夜に紛れて暴れちゃえ。ジークフリートの野郎がキアナを連れて逃げられるように隙を作るのよ。二人の安全が確保できたら東側の山の上で落ち合いましょう。テレサ、何をする気だい？見つかっちゃいましたか。ごめんなさい、おじい様。私は天命から離脱します。セシリアの世界？テレサ、分かっているだろう。崩壊との戦いに犠牲はつきものなんだよ。それならどうして私には第二律者との戦いから撤退するように命令したのですか？セシリアと一緒なら私は死んでも後悔しません。テレサ、君は特別だから。君は僕の最愛の孫娘、死なせたりするものか。じゃあ他の人は？他の人は犠牲になってもいいというのですか？私の頭の中にはずっと何があってもみんなを守れという声があるの。そのためならどんな犠牲を払っても構いません。それにセシリアは私の一番大事な人です。セシリアを殺した人がたとえおじい様だったとしても私は絶対に許しません。つまんない。ふん、即戦即決よ。私にこんな雑魚たちの相手をさせないでよね。